れないくらい、まあ、もちろんコンディションがまだ完全ではないのかもしれませんけど、それだけの左エンド川崎、右エンド今日は白と赤の広島です。さあ広島ボールで前半がスタートしました。青山が戻したところから野上、ジェジェウ、旗手スイッチして山根から田中を、いきなり取りました。14分川崎先制、見事なコンビネーション、3人目まで連動しました。綺麗ですね、ここのね山根のインナーラップもそうですし、田中碧もねここまで入ってきてますからね、はい、ここは全てがワンタッチですから、まあ、広島完全に振り回されていますしね、まあ、最後のシュートも、まあ、ファーサイド狙うかなと思ったんですけども、思い切ってねインサイド、まあニアですねを狙いました。思い切った素晴らしいゴールでした。青山のパスから川辺スルーパス、レアンドロ・ペレイラ打てない、おお奪いに来た柏です。柏吉海クロス、レアンドロ・ペレイラクリア、最後は車屋です。お片手アリクロス、斉藤学、ジェジェウから山根、ちょうど追加2分を経過したところで笛が鳴りました。で斉藤学は今右サイドにポジションを変えています。そうですね、まあ、逃げずに、ね、横パスというよりもとにかくチャレンジでどんどん前にこう出てきてほしいなと、まあ、そうなるとチャンス前半の最後ぐらいできてましたからね、はい、三笘がハイネルかわしてボックスに入った、シュート折り返してフィニッシュ、レアンドロ・ダミアン、早速仕事をしました三笘、3アシストです三笘薫。ここで前向けたのが良かったですね、まあ、1対1は強いですし、まあ、ダミアンもよく入ってきましたね。またここ大島がちょっと中に逃げたことによって野上が釣られたんですよね。そこのできたスペースっていうのを、まあ、三笘うまく使いましたし、はい、まあ、ダミアンも合わせるの難しいんですけどもね、やはりこの辺はストライカーっていう感じはしますね、一歩前入りますからね、はい、いやでもギア上げた川崎がね、三笘拾って田中を、三笘これはノーファールです。拾って山村、崩すだけではなくミドルも突き刺します。川崎センターバックの一発が出ました。山村和也、まあ、三笘のドリブルも素晴らしかったんですけどね、このシュート素晴らしいですね、狙いすました。川辺の股からですかね。ただ、まあ、この選手が3試合しか今年出れてないんですからね、本当です川崎の層の厚さ感じますね。ちょっと今の3失点目は重たいですね。重たいですね。ちょっと、まあ、後半からギア上げた川崎とちょっと後手踏んだ広島っていう形になってしまいましたね。おクロスが来た、田中碧だ、田中碧、あっさり背中を取って出し抜いた田中碧。まあよく後ろからねこのスピードで入ってきましたし、トラップも素晴らしいですね、アウトサイドで止めた。あと、まあ、右に移った斉藤学もいいアシストしましたね、はい、ここよくこのスペース見つけていましたし、まあ、広島が選手交代をして前がかりに行こうとしたところをうまく川辺が拾って、さあレアンド・ペレイラ、エゼキエウへのパスをつながった、折り返し、エゼキエウ、もう一度エゼキエウ落としてレアンドロ・ペレイラ、ナイスブロック、田中碧です。あうまくつないだ
そして三笘から背後に出て小林優が来たぞ。小林優折り返す、宮代2試合連続ゴールはならず、宮代。森田です。背後を狙った山根、そこにボールが出た。折り返し、ハンドはなしか。あ、 PK を取ったでしょうか。この山根の折り返しです。決めました、小林優。川崎フロンターレ5対0。小林優、これで2試合連発です。シーズン9得点となりました、小林。まあ、完全に逆つきましたし、まあ、気持ちよくゲームを超えられるのかなと思いますけどね、はい、小林はやはり常にゴール狙ってますからね。浅野が行く、エゼキエルとスイッチ、浅野、浅野シュート。意地を見せました浅野。1点返した広島。ような瞬間でした。そうですね、ちょっとこう緩んだところ、まあ、浅野、エゼキエルのところ、まあ、ほぼ浅野ですけども、はい、まあ、よく仕掛けていきましたし、シュートもうまかったですね、うまく巻いた素晴らしいゴールですね。ここで試合が終わりました。5対1、川崎フロンターレホームで大勝です。